ってことでね、なぜか海の歌を一曲沼津、はい、谷戸ブルースを、はい、いきますね。釣り橋とは関係ないんですけど、ワンツースリました。なんかよく揺れますよね。揺れちゃうね。これはですか、三森の体重で揺れてるんですかね。そう、体重で。体重で揺れてる。4キロ落として、4キロ。4キロ落とした。声も出るようになってるでしょ。なんか言ってましたね。詰まってたから、肉で。その子4キロ増えちゃったから、車ゼロになっちゃって。4キロ落としてね、今ちょっとキープ。キープですか。キープ。
本番のライブまでにあのシルエットを保存しないと。アニオカイちゃん昔ライブでさ、煙がドバーンって出て、あれじゃん、シルエットで出てくる人、もうなんかシルエットでダメみたいな人がたまにいて、でもドラムとかは比較的いいんですよね。まあ、バレないかもしれない。あ、一番やばいのギターとか、やっぱやばいですね。ギターのおっさんバレちゃう。一番悲惨なのはやっぱりギター。一番悲惨なのはボーカルだよね。バレちゃう。もうボーカルでアウトみたいな。まあ、そういうこと言えるのかとか言われるけど、ということでね、ここは136号線ですね、とりあえずは、はい、この辺もね、デートには行ってるとは思うんですけど、まあ、彼女とここの橋を見て、あの川は綺麗だねっていうシリーズは多分ないと思うんですよ。あのさっきほら、ある湖行ったじゃないですか、サギリコでしたっけ、彼女と釣りをするデートとかどうですか。いや、あれ、静かにしなきゃいけないでしょ、こう。